これ、でもこんだけ接客してても全然星が上がんないんだよね。これコンテスト優勝しなあかんのか。これよし、コンテスト参加するか。ブロンズ、ブロンズに参加だ。猫のお耳がついてきますね。はい、じゃあ分かりました、行きましょう。よーし、行くぞー。待ってたよ、ファッションコンセ、ファッションコンテスト。そろそろ本番の時間だな。不安がらなくていい。お店のコーディネートと同じようにやればいいんだ。はい、分かった。もう分かってるぞ、俺2回目で、3回目だからこれ。皆さんどうも、ペアモデルのレナでーす。今日はよろしくね。あんまり好きじゃないな、この子。こんにちは、コンテスト会場なんてすごいだな。いや、さっき出たよ、さっき出た。ユエンタさん、私は応援してます。頑張ってください。おや、ユエンタ様、そろそろコンテスト本番が始まるようですよ。はい、わかりました。行きましょう。さあ、来ました。ブロンズコンテストでございます。元気にスポーツカジュアル、スポーティーにアクティブなイメージ、動きやすい感じでという、そういうスポーティーな感じをやっていきましょう。エントリーナンバーワン、リライブのアキラさんよ。はい。エントリーナンバーツー、ピットのサキさん。エントリーナンバースリー、ブーケのアザミさんです。そしてエントリーナンバーフォー、エンボックスのユエンタさんです。ありがとうございます。はい、今回のテーマです。元気にスポーツカジュアル、我ながらいいテーマね。スポーティーさを出しつつ、あくまでカジュアルにまとめるのよと。はい、動きやすいだけじゃダメよ、おしゃれな感じがいいわ。はい、スポーティーにカジュアル。動きやすさならタンクトップや T シャツだろうか。スポーツを楽しめる、そんなコーディネートがいいんじゃないかな。わかった、任せろ。はい、スポーティーね、カジュアル、カジュアルはない、カジュアルはないね。スポーティー、スポーティー、スポーティーもないないね。スポーティーなはどこだったっけな。スポーティーなイメージのあるブランドってどこや。ソプラノ、トレジャー、いや違うな。スポーティーブランドどこだ。レブンキャンドル、いや違うな。これは GMS、GMS っていうブランドで検索してみよう。これか、GMS。これはな、スポーティーブランド、スポーティーブランド。まずはね、タンクトップでスタートしたよね。あー、ポロシャツもいいな。ポロシャツもいいで。ポロシャツスタートでするか。ポロシャツスタートで、ノースリスポー、ノースリスポーツパーカー、ノースリーブの感じね。うん、よし、この6点でいってみよう。インナーとアウターと、そして下はジーパンっぽい、ジーパンじゃない、なんだあれ、うん、ジャージだね、ジャージっぽい感じで、頭にこのサンバイザーをつける。そして足は青。はい、こんな感じです。どうでしょうか。はい、どうでしょう。さあ、これで結果が出ますよ。楽しみですね。それでは他のチームの見ていきましょう。あ、そんな軽い軽装でいいんだね。あんまり着込む必要性はなかったのか。ちょっと結構着込んじゃったんだよね今回。割と軽装やな本当に。ここまで重く乗らなくていいと思うけど重く着せなくてもいいとは思うけど、これの間ぐらいね、うちのやつは。
さあどうでしょう。あー、まあ軽い感じではあるよね。はいはいはい。そしてうちですわ。さあ優勝できるかどうか、私のコーディネートです。さあどうでしょう。スポーティーさはすごいよね。カジュアルかどうかは置いておいてもスポーティーさはすごい。さあこんな服装でございますがどうなんでしょうか。結果発表待つのみです。ただいま、私のモデルウォーク見ててくれた。審査員の前でバッチリアピールしてきたからね。これはもう、もうこれは優勝でしょう。さあ来ますよ、結果発表でございます。はい来た。まずは特別賞、優勝には及ばなかったけど光るものはあるわね。ブーケのあざみさんよ。ああそうですか、あれで、あれでか。さあ優勝者はどうだ。ファッションコンテストに栄誉ある優勝に輝いたのは、おきたい、シャイ1日2優勝です。ありがとうございます。よーし、素晴らしい。身震いしちゃうコーディネートよ。とっても素敵だった。あなたもコーディネートも2位が認めただけあるわ。さ、優勝者を称える最後のプログラム、表彰式に入りましょう。はい、ありがとうございます。あなたはファッションコンテストにおいて、当初の通り素晴らしい成績を収められましたので、これを表します。ありがとうございます。ブロンズメダルありがとうございます。もらいました。わあやったじゃん、ゆえたちゃんは天才だよ。それに私のモデルウォークだって絶好調だったし、今日は来てよかったよ。もう最高な気分。コンテスト優勝おめでとうございます。ゆえたさん、やっぱあんたすごい人です。私今めっちゃ感動してます。ワンダフルです。はい、ありがとうございます。私ゆえたさんの活躍に思わず目頭が胸を張りくださいませつって。はいはい、ありがとう。俺もすごく嬉しいよ。んまだなんかあるらしい、おいで。優勝商品ね。はい、猫のお耳いらないけどねこれに合わせるなんて難しいやろ。あ、また写真撮ってくれんのね。はい、ゆうえんたちゃんは同じ服ゆうえんたちゃんは同じ服装。はい、ありがとう。はい、送ってくれます。お、写真が届きましたよ。受け取りましょう。じゃあこれをお気に入りにしておこうかな。はい、お気に入りです。さあということで着替えるか。これだって俺8月にやったんだもんなこのコーディネートやったら8月だからね。で今10月だからね。ちょっと変えるか、コーディネートもそろそろ変えるか。よし、これでいってみよう。約10万円のコーディネート、こんな感じです。はい、よし、店長の新しい秋の装いでございます。これで行ってみましょうか。はい、OK。 さあとりあえず店行ってもやなちょっとお屋敷だけ寄ってくか。なんかあげれる？何もあげれないね。何もあげれんか。コンテスト優勝したらなんかくれよっていう話やけど。展示会も先行展示会のまんまなんだね。在庫増えねえよな在庫増えねえわ。ルミナ行ってくるか。じゃあモードっていう言葉はね、ファッションの流行のことを指してるの。春のモードファッションとかよく言うでしょ。流行を追うのは難しいことだけど、いろんな人を見ていればおのずと見えてくるはずよ。頑張ってね。そうですか、ありがとうございます。ちょっと一回ショップを覗いてからどうするか考えるか。あ、優勝商品、はい、優勝商品。はい、今回はよくやったわね。
ご褒美の景品、商品を送るわ、次もあなたのセンスに期待してるわよ、アデュー。同じような文章。はい、ありがとうございます。絶対自分では仕入れへんわ、あんな猫耳のやつ。予算2万円、サーカスに入るのが夢、いつか自分も。そんな彼女、のどかちゃん。いやー、今日日曜だから服買いに来たよ。せっかくの休日だからとっておきのトップスを買いたいって思ってるの。とっておきを見つけてくれたなら追加でもっと買っちゃうよ。トップス。ねえ、この人はちょっと派手な感じが好きなんだね。派手な感じのトップス。いや、もう派手さで言ったらこれやで。派手さで言ったらこれやで。どうでしょうか。うん、あんまり買わないよね。はい。いや、買わなくていいと思うぜ。はい。はい、さあ、もう在庫の少なさ的にはもうこれしゃあないことやからね。続いて3万5000円。冷静なリーダータイプ、カナリアを飼っています。カナリア飼っている情報をいただきました。ありがとうございます。さくらさん。あの、なんか買うときっていちいちバッグの底からよいしょってお財布出すのがめんどくさくならない？それはもう、あの、バッグの一番上。バッグの一番上に入れてください、お財布を。一番底に入れるからめんどくさいんです。よっぽどキメキメってものがないと出す気になれないの。あ、どうかしらね。ここにはあるのかしら、私のお財布を動かすカーディガンが。カーディガンですか。カーディガン種類、カーディガン2個しかねえぞ。2個しかねえぞ。いやー、君には合うものがないぞ、これは。君に合うものはないと思うけど、一応これを。あ、気に入ってくれるんか、これ。これ合うんや。よう分からんわ。これあなたのイメージのやつですか。あー、よかったよかった。よし。今度から財布は一番上に入れてください。ご購入ありがとうございます。財布はすぐさ出せる位置に置いといてください。よーし、ちょっと調子乗っちゃおう。で、初来店彼女、21万。地味で真面目な努力家、ママと過ごし、さ、すごく仲良し、そんな恵美子さんです。家の部屋のインテリアはモダンな感じでまとめているんですけど、私の持ってる服にはモダンな感じのものがないんです。ですからお願いです。モダンな感じのジーンズを選んで、この私を完全なるモダンの世界へと誘ってくださいませ。モダンジーンズ。モダンはないか。模様、模様じゃないもんね、モダンは。まあいいか。ジーンズね。あ、ジーンズあんまないわ、うち。ジーンズ2種類しかないわ。こっちかな、モダンさで言うと。じゃあもう1個しかないよ。知らないよ。ニーズこれ2個しかないからね。はい、残念。はい、君に合うものはない。残念。残念、君に合うものはない。残念。お、マリエさん、こんにちは。お邪魔するわね。今日はね、新しいメイクグッズが手に入ったからお知らせしなくちゃと思ってきたの。手が空いた時にでもぜひ来てね。はい、宣伝オツ。お、パリオさん、何ですか。ボンジュル。今日は何を教えてあげるかしら。あ、そうだ、目標を持つこと。それが何よりも大事よ。些細なことでも目標のためなら努力も惜しまないこと。見たら今すごくいいことを言ってるわ。すぐにメモしなさい。そしてミーのアドバイスを何回もリピートしながら、今日は寝ること。ちゃう。いや、絶対忘れてるわ。もう俺忘れてるもん。俺もう忘れてる。お、美容師さん、なんすか。そうそう、今日は聞いてもらいたいことがあって、私今までにないヘアスタイルにすることができるようになったの。あと、ヘアカラーのバリエーションも増えたの。
美容室に来たらきっとびっくりすると思うわよ。はい、宣伝を打つ。宣伝が連続しますね。今日はすごく忙しい、はい、宣伝がね、宣伝が主に忙しいよね。さあ、働いての彼女、予算2万円、頑固な可愛い子ちゃん、亀を2匹飼っています。2頭じゃないんだ亀は2頭って数えないんだ。私、休日は家でボケっとしてることが多いのですが、そんな私でもおしゃれに手を抜きたくないんです。これって乙女なら当たり前のことですよね。だから部屋でもウキウキで可愛いルームウェアを、特に T シャツを探しているんです。 T シャツか、 T シャツが欲しい。 T シャツね、種類 T シャツ。さあ、 T シャツは種類があんまないぞ、うちは。まあ派手な感じでいいんだろうね。派手さで言おう、派手さで言うと、これいけそうやな。なんかパステルカラーの感じ好きそうやもんな絶対売れんだろうっていう、これこのシャツ誰に着てもらうねんっていうような、このシャツを着てもらおう。おい、来た、バラチラシ、久しぶりの。本日2回目、掃除はわしがやる。いや、素敵、奇跡でしょうか、この巡り合わせ。どうしましょう、追加で頼んでもいいですか。パンツも見せてもらえますかいや、これお店やから成立する話やけど、パンツも見せて もらってもよろしいですかって言うと、すごい卑猥に聞こえる、ほんと俺、服屋やからええけどさ。まあいいか、これで行ってみようか。ホット、チェックホットパンツ、チェックホットパンツ行ってみよう。来てください、お願いします。あ、バラは散らない、バラは散らない。 あんま買わないですか、どうですか。でもバッチリです。お、買ってくれるんだ、ありがとう、ありがとうございます。よーし、売り上げだ。さあ、続いてはこの方、予算21万円、手芸部のエースだった、編み物は友達サッカー好きなんかな、分からんけど、翼くんかな。ちょっといいかしら、なかなか他のお店になくて困ってるんだけど、今度大事な会議だから、その時のためのシャツがどうしても必要なの、いいのない。シャツね、シャツ、シャツ、シャツ。おお、ごめん、3種類しかないぞ。ごめんな、3種類しかないわ。どうなんやろ、シンプルシャツ。大事な会議言ってるけど、こういうのどうですか？いかがでしょうか？お、気に入ってくれて、ありがとう。はい、ご購入ありがとうございます。はい、バイバイ。さあ、続いて、初出店、いや初来店、51万円、春風のように爽やか、大学で蝶を研究、大学で蝶を研究している人が51万円の予算を持っているってすごいな。こんにちは、今手空いてる？ちょっといいかな。実はさっきすれ違ったお姉さんがロングスカートを履いてたんだよね。私はミニスカが好きなんだけど、たまにはロングもいいかなって思ってさ、真似したがる年頃なの。私でも着こなせるようなロングスカートある？ロングスカートね、お客さんの感じに合った感じ、ロングスカート。まあ一応種類ロングスカートにしておこうか。ロング、ロングスカートないっすよ、うちうちロングないっすよ、ごめんね。これどうですか、はい、ロングスカートないっすよ、ロングスカートないの、ごめんね、帰って、ごめん帰って、はい、ごめん帰って超失礼、超失礼、ごめん帰って。よし、じゃあ久しぶりにお客さんを行ってみよう。純子さん、一人暮らし始めました。
大型犬に首ったけ。そんな純子さん、ああこの間はどうもでした。この店のこと気に入っちゃってまた来ちゃいました。今日はパンツに合った秋のコーディネートを頼みたいです。パンツに合ったコーディネート、秋のコーディネート、秋のコーディネート、よし、これを着てもらっちゃいましょう。どうでしょう。さあ気に入ってくれるかな、秋のコーディネート。あんまりか、あんまりか。新しい魅力を感じます。あ、そうですか。いや別に買わなくていいっすよ、その無理に買ってもらわなくてもいいですけどね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。あ、サリーさん、はい、あ、こんにちは。座敷者のサリー吉本です。はい、そうそう、パリオさんと最近はお仕事することが多いんですが、あの方とっても面白くて素敵な方ですよね。一目見た時からオーラを感じてました。あのセンス見習いたいものやわ。よし、パリオさんにファッションの極意また聞いてくるわいな。何やってんこれ。ここ来た理由は何やってん。パリオさんの話しに来たんか。それいらんで。パリオさんの話専門じゃないからね、うちは本当に。よーし、23,000円。掃除が何よりも好き。携帯は持ってない。あ、そうですか。持った方がいいと思いますよ、それは。うん、あら、このお店品揃えが良さそうですね。いや、ないですけどね、うち。うち在庫カラッカラになってますけどね、今。でも多いだけではお客さんは満足しないんですよ。お客さんの話とか見た目をきちんと把握することがとても大切なんです。それで私は何を求めてる、決まってるかっていうと、このお気に入りのインナーに合うパンツを狙ってるんですが、いや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 、うちは在庫ないですよ。よく見てください。パンツでいかないといけない。まあいいか、はい、パンツで。これに合うパンツ、どれも合わんで、どれも合わんで。どうですかこれ。ですよね。どうですか、合わないですよね。そりゃそうですよ。どうですか、合わないですよね。あなたに会うのはないな。あなたに会うのはないわ。在庫をよく見てください、うちの在庫を。うちの在庫はすっかすかですよ。